会では、昨今の円高情勢を受け、お客様にその為替再起を歓迎するキャンペーンを実施いたしております。円高仮想安プロジェクトと題しまして、最大でなんと1万5000円値下げという価格改定を行い、皆様より大変ご好評いただいております。本日は今回のキャンペーンを祝して、日本を代表するあの方にご来場いただきます。それではよろしくお願いいたします。皆様、本日はですね、私の新政策発表記者会見にお集まりいただいて誠にありがとうございます。ありがとうございます。申し遅れましたが、私内閣総理大臣の、ちょっと名前はですね、大人の事情で出せないようになってるんです、すみません。まあ勘のいい方はわかると思います。勘のいい方は、ちなみに私ですね、まだ仮免状態でございます。不景気不景気と言われですね、景気回復がなかなかできないこの世知辛い世の中、内閣支持率の方もですね、自利品状態のこの現状、これをですね、私新政策でもって一石を投じていきたいと思っております。その新政策とは何か、ズバリこちら、円高仮想安。私の内閣がですね、これまで円高に有効な対策を打てていないと、このようにご指摘をいただいております。そこでですね、今では皆さんの生活にね、なくてはならない、これ何ですか、パソコンですよ。そのパソコンをですね、まさにこの円高の恩恵でですね、皆さんの手元により安く、少しでも安く、こう皆さんが手にしていただきたいと思っております。これはまさに、円高還元、還元の還が何かとかかっておりますがね、ありがとうございます。とはいえですね、まだまだパソコンの値段自体が、ね、高くてですね、なかなか手が届かないなんていう声も国民の皆様からいっぱいいただいております。そこでですね、私はパソ高阻止のためにこれを実行します。最大1万5000円の為替介入を行います。なお値引き対象機種はこちらの方です。さあ、このようなですね、豪華なラインナップになっておりますね。詳しくはですね、こちらのパスヤス、パソヤス、ちょっと今噛んでしまいました。詳しくはこちらのですね、パソヤス .jp をご覧ください。ありがとうございます。このように私たちはですね、国民のパソコン生活が第一、このマニフェストを実現するために全力を尽くしてまいる所存でございます。皆様どうぞご協力をお願いします。お願いします。ちょっと待ちなさい。何聞こえましたか、ね、ちょっと待ちなさい。何です、私のマニフェストはパクるんではありません。なんすか。国民の皆様、前総理でございます。我が政権も弱り目にたたり目ということもありまして、
このような形になってしまいました。いや、ただの物もらいでしょ。あなた1年に2回できるなんて噂がありますよ。本日妻はお茶会のために来れません。ああ、残念。ぜひ会いたかったってバカ。いや、関係ない話はいいんですよ。何なんです。ところで総理、はい、あなたは円高パソ安などと歌っておりますが、このマニフェスト実現できるのでしょうか。いや、何を言うかと思ったら、あなた、え？あなたはいろいろと問題を抱えているのです。こんな契約をあなたはやっていけるとでも言うのでしょうか。いや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 、あなたに言われたくないですよ。いや、あなたの尻拭いをどれだけやってるか分かってるんですか。痛いところを疲れました。私の政権でアメリカを友愛し関係を悪化したおかげでこの円高が続くのです。私に感謝していただきたい。いや、逆ですよ、逆ね。え、あなたが友愛とか言ってるからですね、輸出企業は大変なんですよ。なんですか。ありがとうございます。大変だ。では、あなたの子供の手当はどうなってるんでしょうか。それにつきましてはですね、まあ円高だけに一人当たり753ドル支払います。七五三。ついでにエコポイントもつけちゃいます。では総理、あなたのこの支持率低下はどう回復するのでしょうか。いや、私はですね、この内閣支持率というのは消費税率との戦いだと考えております。いやいや、戦う相手が低すぎますよ。だったら支持率 1% では。 1% になったら、まあ、消費税率も 1% にします。いや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 、それじゃああなたどうなるんですか、支持率の方は。そしたら上がっちゃいます。あ、そしたら消費税率も上げる。あ、じゃあ下がって俺何を言ってるんですか。ああ、上がんなよ。戦国さん。総理、総理、今大変盛り上がっているところではございますが、はい、なんと本日は海外の著名人からビデオメッセージをいただいております。そうなんです。それではこちらの VTR をご覧ください。ご清聴いただきましてありがとうございました。総理、全総理。